おはようございますイングルシュユーチューバーの高野文雄です今日は12月23日月曜日高野文雄のマイビデオダイアリーをお届けいたします毎回コミュニケーション上の重要なポイントを一つ取り上げてお伝えいたしておりますが今日はプレゼンターはミュージシャンであれプレゼンターは芸術家であれというお話です プレゼンンテーション特に日本語はですねモノトーンで一拍子で話す癖がありますがグローバルの今の時代はあ外国人のようにですね、えー、文章をモノトーン一本上子で喋らないで歌手が歌を歌うように強弱緩急をつけてお話しなさいというお話です。プレゼンターーはアーティストでありかつ ミュ,ージックミュージックのです、ね、シンガーであれというお話です。なぜそのようなことを言うかというとですね、今やグローバルの時代で日本のみならず、日本人であってもですね、海外の人にプレゼンテーションしなければ、生きていけなくなりました。一流ビジネスマンとして生きていくためには、グローバルなプレゼンターでなければなりません。そのためには、 グローバルスタンダードに近づけていく必要がありますプレゼンターとしてグローバルスタンダードとはどういうことでしょうかすなわちですねアーティストでありそしてシンガーであるということです日本語の特徴はモノトーンなんです一本調子なんです例えば私が広島に行きたいと言った時ですね私は明日広島に行きますと 横にですねツー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 と喋ゃるのが日本語なんですところがですね一本上司は相手の腹に落ちないんです欧米人の喋りはですね肯定強弱緩急しっかり使い分けてます歌手もしっかりです歌手の歌をじっと聞いていればわかります皆さんはですねカラオケに行けばですね えー、流れが分かるように画面に出ます高くなったり低くなったり右に長く伸ばしたり短く切ったりその辺りがですねまさにモノトーンじゃないんです日本人もグローバルプレゼンターを目指すならアーティストになれそしてミュージシャンになれということです日本の日本という島国の中のですね井戸の中の河津であっては限界が来ます。 これ,からはこれからはですねモノトーンのプレゼンテーションでは務まりませんそのためにはカラオケに行ったらですね、えー、肯定緩急強弱をししっかり意識しながら歌うべきですまた人と話す時もあるいはあ日本人同士でプレゼンテーションする時もモノトーンでやってはいけません強弱緩急をつけてですね 喋ることです。カラオケでは最高にですね、えー、名プレゼンターになるための稽古場になります。ただぼーっとですね、歌ってないでですね、私は名プレゼンターになるんだという意気込みを持ってカラオケを歌ってください。今日もお聞きいただいてありがとうございました。はい